やっぱこいつ誰かに押し付けないとダメだわ。この学校にベルボーが懐くほど強いやつがいると思うか。だよな。がっかりです。ではその小賀君とやらは期待していいのですか。ええ、自分も会うのが楽しみですよ。なんかさ、人数減ってね。そうか、妙な噂が流れてんだ。この学園の影の守護神が動き出した。6期生、私も聞いたわ。この学校部活動が盛んだろ。各競技のエキスパートで学校行事や風紀を取り締まってるんだとさ。 MK5 たちもそいつらに。ふっ、何ビビってやがる。俺より頭のいいロックセーブやらを探す。俺より頭のいいって、見たまえ。おかげで佐渡原先生はノイローゼになってしまった。それにだ、前から言おうと思っていたが、その赤ん坊、全裸の男の赤ん坊をこれ見よがしに連れ歩いているせいで一部の女生徒が困惑しているそうだ。最近なんか学校の雰囲気が重苦しいよね。ほんとあいつら石山じゃなくて石山って感じ。あんたね、いい加減警戒心ってものを持たないと。赤ん坊連れた石山の男子が女子の着替え覗いてたって噂もあるんだから。はい、うわー、出た石山。あれがお前、石山最強の目があったらやばいぞ。カズいる？ほら、先生にこっちへは来るなって言われてるでしょ。行くわよ。ほら、早く行こう。いや、聞きたいことあってさ。俺より強くて頭のいいやつならこいつも懐くような気がしてさ。6期生って連中、終わりだ。そんなを口にしてるなんて。今度は雑魚じゃないといいのですが。あ？それってどういうことだよ。すっきりした。やっぱ不良たるもの学校でうんこしないとな。改めて自己紹介しておきましょうか。セント石山部長連合ボクシング部部長、そして新庄アレックスです。榊君、君には協調性というものがないのだよ。すか、油断しないで。二人とも相当な使い手よ、特にあの挑発。どうだベルボー、あいつらは何の用かしら。私たち知り合いに会いに来ただけよ。いいえお嬢さん、残念ながらそれは勘違いで、制裁です。あずさちゃん、定規かなんか持ってない？おい、おいおい、まさかあれで。相手は6期生だぞ。来なさい。本気でやりましょう。おお、やっと俺の出番か。背中の子供を下ろしなさい。心配すんな、こいつこう見えてなかなかの根性もんだ。では遠慮なく行きますよ。こっちも遠慮なく試させてもらうぜ。その1、終わりです。兄貴、兄貴なんてことを。ちょっと待ちなさい、まだ彼は負けてないわよ。0点だ。俺の問題に即答できねえようなアホは0点だっつってんだ。どかすか。あるとか、何？悪い、こいつちょっと頼むわ。絶対に俺から15メートル以上離れるな。え、血のセリフです。食べられないパンはフライパン。なんで答えが。お前天才か。いずれまた、今度はミキ君と一緒に。小笠、国枝先輩、無事でよかったっす。あれが6期生、普通なら大会出場停止処分なのに。小笠も気になる。ああ、やっぱりだな。もうお前が母親でいいんじゃね。え、
何ですか？こいつ抱っこしてくんない？やっぱり若くて可愛い子の方がいいってこと？クイーン？何やってんだ？六期生を探してるんですよ。はあ？六期生？このバッジそんなに気に入ったの？あげようか？いや、うん、どうせ雑誌のおまけだし。大変です、姉さん。神崎が。姉さん、すいません。うちら止めたんです。でも、どうしてこんなことに。勝手な野郎だぜ、まったく。てめえが一番ボロカスに扱ってたくせに。止まらねえぜ、ありゃ。戦争だとよ。何してるの、急いで。いや、もう手遅れだと思う。そうか、お前らがやったの。石山なめんじゃねえぞ。神崎、待ちなさい。ベルボー、どうだあいつは。6期生らしいぜ。それが東方神起の神崎か。石山のトップってこの程度なんだ。ドアといえばあんたんとこのバカどもだ。私たちも行くわよ。放課後、旧校舎の屋上へいらしてください。我々6期生がお待ちしてます。お前誰だっけ？待てよ、小川、完全に罠じゃねえか。なんで行くんだよ。何の冗談だ。一人かよ、俺たち相手に。どいつだい、神崎君とシロちゃんやって。で、どいつが一番強いんだ？どうした、さっさと始めようぜ。手出したら退学なんてせこいことは言わねえ。そう簡単に大将とやれるわけないでしょう。あれ、気づいちゃった？竹光じゃなければ即死だったのよ。どうしました？またあのつまらんクイズを出すつもりですか？罠か、そのつもりだよ。すっげえよ兄貴。負けるわけにはいかないのです。アレックス、よそ見してると君もああなっちゃうよ。くっ、悪いな。またベルボーを預かってもらうぜ。勝てるの？彼めちゃくちゃ強いわよ。俺が負けると思うか？二人でやれば僕に勝てたかもしれないの。てめえ、俺とやりてえんだろ。僕はそんな君に憧れてたんだ。だからてめえなんざ知らねえっつってんだろうが。やっぱりあなたのその技は。僕の力はこんなもんじゃないですか。気をついた。いやいや、ちょっとまあどうした、威勢がいいのは最初だけか？そんな。オガ、あっけない勝負だったね。終わりだ。よう、盛り上がってんじゃねえか。生きてたのか。殺しちゃダメですよ。待てよ、こら、俺の喧嘩はまだ終わってねえぞ。さっさとかかってこいや、おら。五星あたりまでぶっ飛ばしてやるからよ。邪魔。悪いな、こいつはもう俺の喧嘩だ。おが、正しい判断だ。彼はもう戦える状態じゃない。頭にくるね、その物言い。そこが見えたよ、オガ。メリコミパーン。
コミッキーフットヤッパー暴れヘッドバットデタラメだな。それが必殺技。本当の必殺技がどういうものか。はいはい、ちょっとごめんな。どうしてな。あれも6期生なの。山村君、あの人が来たらもう喧嘩にならない。間違いない、彼が戦闘石山最強。あかんで、こんなんしょうもない。てめえが大将か。行くぜ。怖いな君。くなあ、こら冒険痛えじゃねえか。ちったやる気になったか。待てよ、勝手に閉めてんじゃねえよ。逃げんのか。まだ終わってねえだろ。警察のお世話になりたいなら話は別だけど。